ではでは、最初に学級裁判の簡単な説明をしておきましょう。学級裁判では誰が犯人かを議論し、その結果はお前らの投票により決定されます。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きですが、もし間違った人物を黒としてしまった場合は、黒以外の全員がお仕置きされ、生き残った黒だけが最終学園から卒業できます。ちなみに必ず誰かに投票してくださいね。投票しない人には死が与えられちゃうんだからね。というわけで、クレイジーマックスな学級裁判の開幕です。始まっちゃったね。裁判なんて久しぶりだな。あ、経験はあるんだね。まあね、悪の相当だから。今まで悪いことばっかりしてきてるから。で、どうすりゃいいんだ。何から始めんだよ。裁判なんてどうやって進めればいいのかよくわからないよ。まずは落ち着きましょう。こういう時はおかしですよ。押さない、かけない、喋らない。喋らないと話し合いになりません。進め方なんて気にする必要ないわ。これは普通の裁判とは違うんだから。容疑者も弁護士も検事も裁判員も、務めるのは全て私たち自身。それなら私たちのやり方で進めるしかないわ。だったら僕から議題を提供しようか。急にシャシャリ出てくるんじゃねえ、このうんこ製造機が。まあ、まずは話を聞いてみようよ。主が言いました。みんなの話を聞くことが大事だと。うちはちゃんと話を聞ける子じゃぞ。血が出るほど耳掃除してきたからな。じゃあ喋らせてもらおうかな。僕はずっと疑問に思ってるんだけどさ、犯人は初回特典で外に出られたにもかかわらず、なぜそれをしなかったんだろうね。私、気になります。よっぽど学級裁判がしたかったんだろうな。だったら犯人はモノクマだな。誰よりも学級裁判を従ってたからな。やった、これで決まりだぜ。俺様天才。でもよ、モノクマが犯人なんてありえんのか。もちろんありえないよ。僕はお前らに直接手を出したりしないもん。あなた自身はそうだとしても、あなたを操ってる誰かは別だよね。ん？モノクマを操ってる首謀者なら天海くんを殺すことができたはずだよね。首謀者？何それ。おいら首謀者なんて知らないな。聞いたこともないわね。とぼけたってダメだよ。あなたたちを操っている首謀者って誰なの。首謀者か。この中にいる可能性が高いって話だったが、俺はみんなと同じ意見でキーボーだと思うよ。皆さんも同じ意見なんですか。絶対に突き止めてみせるからね。パパパパパパ。でも首謀者を突き止める前に、まずは犯人を突き止めないとね。だったらとりあえず事件の状況を整理するところから始めない。天海くんが死んだ状況を振り返って、まずは何が問題かをはっきりさせてみようよ。うん、そうだね。超高校級の探偵の犀原くんが言うなら間違いないよ。それじゃ始めましょうか。改めて事件を振り返ってみましょう。
さんの死体が発見されたのはタイムリミットの直前でしたね。彼は図書室で殺害されていたよ。きっと一人で図書室に来た乱太郎を犯人が後からこっちとやったんだよ。どうして天海は図書室に行ったんだ。あいつが動く本棚を開けていたのは隠し扉の存在を知ってたからだ。つまり天海が首謀者だったってこと。それは違うよ。ちょっと待って、やっぱり天海くんは首謀者じゃないと思う。あ、なんでだよ。だって天海くんは隠し扉を開けるカードキーを持ってなかったんだよ。もし彼が首謀者で隠し扉に入ろうとしていたならカードキーを持っているはずだよね。犯人が天海くんを殺した後でカードキーを持ち去ったのかもしれません。でも隠し撮りした写真のどこにも天海くんがカードキーを持った姿は写ってなかったよ。だからやっぱり彼はカードキーを持っていなかったんだと思う。それに首謀者が死んだならこの殺し合いだって終わってるはずだよね。そうね、そう考えると彼が首謀者である可能性は低そうね。だったら天海くんはどうして隠し扉のことを知っていたのかな。図書室を調べた時にたまたま見つけただけじゃない。サイハラちゃんと同じようにさ。いや、首謀者にこっそり教えてもらったんじゃねえか。首謀者が隠し扉の存在を教えたって、あれ何のため。図書室に天海をおびき寄せて殺すためだ。それって犯人は首謀者ということですか。なるほど、それはありそうだね。首謀者なら赤松さんたちの罠のことを知っていても不自然じゃないからね。首謀者が私たちの罠のことを。ほら、今回の事件が完全犯罪になっているのは君らの隠しカメラのせいとも言えるでしょう。つまり首謀者は君らの罠を知った上でそれを自分の犯行に利用したんじゃないかな。首謀者は天海をおびき寄せて殺した後、バカ町とダサイハラの隠しカメラを利用することで完全犯罪を成立させたってわけか。私たちの罠を利用して。あ、待って、完全犯罪なの？この事件の謎って解けないの？早くもお手上げじゃな。ちょっと諦めるのが早いって。犯人が首謀者ってことは分かってるんだし。だったらみんなで協力して首謀者を見つけようよ。そうすれば殺し合いだって終わるんだよ。でもさ、みんなで協力っていう割には俺らの中に首謀者がいるって疑ってるんだよね。分かってるよ、ひどいってことくらい。だからこそ終わりにしたいんだよ、こんなひどいことはさ。殺し合いなんてふざけたゲームを終わらせるために私は首謀者をやっつけたいんだよ。そのためだったら私は学級裁判だって利用するよ。赤松さん、たとえ残酷な真実が待ってても立ち向かう覚悟はできてるみたいだね。だったら早速その残酷な真実ってやつを叩きつけちゃおっかな。え、実は俺分かっちゃったんだよね。天海ちゃんを殺した犯人がさ。なんだって。なんであんたが驚いてんの。だってもしこれで正解だったりしたら歴代学級裁判の最短記録を塗り替えちゃうよ。ちなみに今までの最短記録ってどれくらいなの。そりゃもう早かったで。
風のように早かったよね。だけどさ、何もあいつ自身が風にならなくてもよかったのにね。この季節になるとついあいつのことを思い出してまうな。なんであんな死に方しちまったんだ。一人で宇宙艦隊に突撃してるなんてかっこよすぎだろ。てめえうるせえぞ。大事な話の最中だ。黙ってろ。ねえオマ、犯人が分かったってのはマジなのかよ。うん、さっきの話だと犯人って赤松ちゃんたちの罠を知ってたんだよね。犯人がカメラに映ってねえのはそのせいだ。で、誰が犯人なんだよ。つまり隠しカメラの罠を知ってたやつが犯人なんだよ。だから誰なんだって。お前だよ。俺様か。だって罠に使われたカメラってイルマちゃんが作ったんでしょ。作った本人ならカメラの資格とかも分かってるはずだよね。カメラに映らないように図書室に忍び込むくらいは朝飯前ってわけか。何言ってんだよ。俺様はカメラを作っただけで図書室に仕掛けるなんて知らなかったし。普通そんな妙なカメラを作れって言われたら何に使うか確認すると思うけどな。ねえ、どうして確認しなかった。どうして、どうして。疲れてたんだって。徹夜だったからついうとうと寝ちゃって。疑われた途端に反応が過敏だね。やましいことでもあるんじゃない。やらしいことなんてしてねえよ。人間の割に大きな胸だとは言われるけど。イルマさんって強気な割に打たれ弱いよね。待って見逃してよ。お金、お金が欲しいの。言い訳も完全に悪党っぽくなってきましたよ。逃げろっちゃいます。イルマちゃんが犯人なんでしょ。そんなわけねえだろ。本当に図書室の罠は知らなかったんですか。だから知らないんだって。そもそも俺様は図書室に行ってなんだ。それに賛成だよ。私もイルマさんは地下に行けないと思う。そうだよね、新宮寺君。もちろんだよ。だって殺人が起きた時間帯、イルマさんはずっと食堂にいたから。僕は食堂で最後の晩餐をいただいていた時、それを見ているんだ。ちなみにメニューは孫の誕生日に買ったケーキを一人で食べるおばあちゃん風パスタだよ。悲しいエピソードしか浮かばないけど、最終的には孫もおばあちゃんが美味しくいただいたんだね。悲しいところか病気的ね。さすがはお父やんやで。というわけだから、イルマさんのアリバイは僕が保証するよ。このナメクジがもっと早く言えっつーの。ああ、赤松は頑張ったぞ。貧相な胸の雑魚キャラの割にはな。急にすごい上から目線だね。どこの何がメッシュ。白金ちゃんってよく自分勝手の例えを使うけど、それってぼっち特有のやつだよね。あ、ごめん、つい趣味がにじみ出ちゃって。ええ、大間は何を余裕ぶっこいてんだ。もっとはてめえが俺様を疑い始めたのが悪いんだぞ。てめえは当分黙ってろ、この狂言癖の鶴所だが。
ひどいよ。俺は犯人を見つけるために行っただけなのね。そんな言い方はひどいよ。よし、これからすっきりした。想像しい野郎だぜ。それとついでに言っておくと、食堂には他に白金さんと東条さんもいたよ。ではその4人は容疑者から外せそうですね。ずっと一緒にいたならアリバイは成立ですからね。いや、ずっと一緒ではないけどね。白金さんは途中でトイレに行ってたからさ。ああ、やっぱそれ言われちゃうんだ。まあそりゃそうだよね。うん、確かに行ったよ。食堂から一番近いトイレにね。トイレ？トイレだって？いや、待ってました。ワクワクするね。なんでですか？硬い台かな、柔らかい台かな。台であることが前提なんやな。でも本当にトイレに行っただけで、地下に行ったりはしてないよ。それに怪しまれるほど長い時間でもなかったと思うし。だけどよ、あんたは超高校級のコスプレイヤーなんだよな。だったらトイレに行くふりして誰かに変装した可能性もあるんじゃないのか。変装？ないない、変装なんてしないって。うん、私もそれはないと思う。その根拠だって知ってるしね。そっか。あのね、白金さんがコスプレするのってフィクションの作品だけなんだって。そもそもコスプレって本来はフィクション作品でやるものだからね。まあ最近は曖昧になっちゃってるけど、私は本当にそういうのが許せなくって、許せないあまりに生理的に無理なんだよ。リアルの変装をするとキモいブツブツが出ちゃうの。うん、私もそのキモいブツブツは見たから、間違いないよ。つまり変装の可能性はねえってことか。白金、疑って悪かったな。可能性の一つとして確認しておくべきだと思ってな。ううん、私はいいよ、全然気にしてないから。白金ちゃんはいいやつだね。入間ちゃんとの器の差が出たよ。てめえが言うんじゃねえ。とにかく食堂にいた4人のアリバイは間違いなさそうね。だったら東条と白金と入間と新宮寺は容疑者から外れるね。4人様おめでとう。もう帰ってもいいぞ。帰るのはダメだよね。ねえ、その4人以外で怪しいのは誰なんだよ。地下に行った名城仕事機豚野郎集団か。地下に行ったのは誰だっけ。私と犀原くんが2人で見張りをしていた時に見たのは桃田くん、ゴン太くん、春川さん、茶柱さん、夢野さん、アンジーさんに死んだ天海くんの7人だったよ。ではその7人が容疑者なんですね。やった、そうなるね。笑ってる場合じゃなくて、あなたもその中に入っているんですからね。さてと、
容疑者も絞られたことだし、本来なら拷問して聞き出すのが手っ取り早いんだけど。拷問なんてダメですよ。天狗は痛いのが苦手なんです。痛くされなくてもあることないこと何でも喋りますから。あることだけでいいわ。地下に行ったメンツの中に犯人がいるとしたら、怪しいのは春川ちゃんじゃない？人とか殺してそうな雰囲気だし。はあ、バカ言わないで。どうせ桃田あたりが犯人なんでしょ。何言ってんだよ。俺が犯人なわけねえだろ。誰だ、誰が犯人なんだよ。ゴンダも違うよ。紳士は人を傷つけたりしないんだ。ウチだって違うわ。人殺しなんて面倒いことはせんぞ。ハンジーにはアリバイがあるぞ。だから誰が犯人なんだって。ちょっとみんな落ち着いてよ。勝手に喋ってたら話し合いにならないって。大丈夫だよ若松さん。ちゃんとみんなの発言を聞き分ければいいだけだから。君ならできるよね。そもそも私は誘われただけだよ。怪しいのは誘ったやつじゃ。俺のことじゃねえか。俺は自衛って言ってんだろ。天狗に罪をなすりつける気ですね。男子はすぐになすりつけようとしてくるんですから。うちは悪い子ではないぞ。産んでくれたママに聞いてもらえばわかる。本当にアリバイがあるんだって。うちは犯人じゃありません。それと俺のことじゃねえか。俺らはみんなで作戦会議してたろ。途中で天海だけも聞こえたよ。待ってよ桃田くん、いなくなったのって天海くんだけじゃないよね。そこのバカは忘れてるみたいだけど、作戦会議の途中でいなくなったのは極原みたい。ああ、一人で奥の AV ルームにこもってやがった。しかも鍵まで駆け上がって。で、誰がバカだ。ゴンタ、そうなのか。うん、ゴンタは虫さんの映像を見てたんだ。モノクマとの対決に備えて闘争心を高めようと思って。イメージトレーニングで想像上の巨大カマキリと。無茶だ。昆虫と力比べなんて。上等な料理に蜂蜜をぶちまけるがごとき思想。でもどうして鍵までかけていたの。それはイメージトレーニングに集中したかったからだけど。もしかしてゴンタが疑われてるの。どうして。だからあなたにアリバイがないからですって。じゃあそのアリバイってやつを持ってくればいいんだね。わかった、今から急いで取りに行ってくるよ。どこにあるのか教えて。この様子だとこいつに反論は難しいかもね。どうするの。反論できないなら決まっちゃうよ。極原君、議論を尽くして真相を明らかにするためにはあなたの反論が必要だわ。反論って言われても。君が犯人じゃないって理由を僕らに説明してくれればいいんだよ。もし本当にあんたが犯人じゃねえなら、このままあんたに投票すれば俺らは全滅なんだぞ。
わかるか。あんたは俺らの命も背負ってるんだ。必死にやってくれよ。わかった。みんなのためにやってみる。にゃはははゴンタ、ファイトだ。ファイト、ファイト、ファイト。こけしみてにグイングイすんな。ゴンタは犯人じゃないんだ。だってゴンタがいた AV ルームからはみんながいたゲームルームを通らないと廊下に出られないんだよ。廊下に出られないなら図書室には行けないよ。 AV ルームの出入り口は一つじゃねえよな。廊下に面した扉もあったはずだぜ。図書室裏口の正面にある引き戸だね。あの引き戸から出入りする。それは違うよ。あの引き戸からの出入りは無理だよ。俺様が間違ってるっつうのか。いい胸してるじゃねえか、このドブス。度胸だよね。度が抜けてるわ。だって AV ルームの引き戸は立て付けが悪くて少ししか開かなかったんだよ。せいぜい片腕が出る程度だから、あそこを通り抜けることなんてできっこないよ。それと引き戸を無理やりこじ開けた形跡もなかったよ。レールには埃が溜まってたからね。つまりあの引き戸から出た可能性はゼロってことか。そっか、珍しいこともあるもんだな。この俺様が間違っちまうなんてよ。君が間違えるのは珍しいことじゃないよ。人としても何もかもいろいろと間違えてるしね。ひどい。けどあの引き戸が使えないとなるとゴン太くんが図書室に行くには、俺らがいたゲームルームを通らねえと無理だな。けど俺らはゴン太の姿を見てねえぜ。ほら、だからゴン太は犯人なんかじゃないんだよ。いいえ、まだそうとは言い切れないわ。え？ごめんなさいね、極原くん。あなたを追い詰めるつもりはないのだけれど、全力で協力するとは言った以上は私もその責務を果たさなければならないの。どういうこと？まだゴン太くんが犯人の可能性があるの？例えば極原くんが AV ルームにいたまま図書室の天海くんを殺したのだとしたら。 AV ルームにいたまま図書室の天海を殺す？ほうほう、そんな方法があるんだね。しかもその方法を使えば AV ルームにいながら天海くんを殺せるだけじゃなくて、図書室に仕掛けられているカメラにも映らないで済むはずよ。完璧じゃないですか。で、それはどんな方法なんですか。まあ美人で天才の俺様にはすでに分かってるけど、他の雑魚どものために説明してやれば。その説明の前にAV ルームと図書室の位置関係を整理しておくわね。極原くんがいた AV ルームの引き戸は図書室裏口の扉のほぼ正面にあったわね。この扉の位置関係なら AV ルームにいながら図書室の天海くんを殺すことが可能なはずよ。わからん。どうやってやるんだ。そのための準備として、まず図書室の裏口の扉を開けないといけないんだけど。あ、ちょっと待って。いきなり無理な気がしてきたんだけど。だって AV ルームの引き戸は開かないから廊下には出られないって話だったよね。
廊下に出られないのに、どうやって図書室裏口の扉を開けるんですか？あの引き戸は完全に開かないわけじゃなくて、片腕が出る程度開いたはずよ。それなら可能じゃないかしら。 AV ルームにあったあるものを使えばね。そっか、あ、もしかしてスクリーン？そうよ、 AV ルームにあったスクリーンを丸めれば長い棒の代わりになるでしょ。それを使って図書室の扉を開ければいいのよ。開いた扉の隙間から丸めたスクリーンを伸ばし、図書室裏口の引き戸に引っ掛ければ、扉を開けることができるの。当然スクリーンはそれなりの重量があるでしょうけど、極原くんの力があれば問題ないはずよ。うん、問題ないと思う。素直に言っちゃうんだね。だが図書室の扉を開けるとカメラに映ってしまうんだろ。いや、カメラを仕掛けたのは中に少し入ったところだから、扉を開けただけでは映らないよ。西原くんたちが撮った写真もそうだったね。先頭の人物が扉から少し入ったところでシャッターが切られていたね。図書室の扉を開けた方法は分かったけどよ、それが何だってんだ。ゴンタは AV ルームから出られねえんだし、図書室にいる天海を殺しに行けねえじゃねえ。極原くんは殺しに行ったわけじゃなくて、 AV ルームにいながら図書室の天海くんを殺したのよ。もしかして凶器の砲丸を投げたとか。え、待ってください。砲丸を投げるなんて、そんな突飛な行動を。で、よく考えたらそれが普通ですね。だって砲丸ですもんね。凶器の砲丸は本来投げるもの。投げて使ったとしても何も不思議じゃないわ。それに人が通れない隙間でも砲丸なら通すことができますね。しかも天海くんの死体と AV ルームの扉はちょうど直線上にあるわ。つまり図書室裏口の扉さえ開ければ砲丸を投げて被害者に当てることは可能なのよ。けどかなり距離がありそうだぞ。それにあの砲丸ってかなり重いけど。忘れたの？極原くんにはあの重そうなマンホールでさえ軽々と持ち上げるほどの腕力があるのよ。この距離から砲丸を投げて当てることくらい可能じゃないかしら。どっかのちりとり専用ロボはともかく、ゴンタだったらできそうだね。ちりとり専用ロボ、僕のことではなさそうですね。僕はちゃんと掃き掃除もしますから。で、どうなんですかゴンタさん、あの距離でも砲丸を投げられそうなんですか？それはできると思うけど。また素直に言っちゃうんだね。いやー、ゴンタすごい、超高校級の砲丸投げ選手でもいけちゃうな。じゃあ犯人はゴンタで決まりだな。待ってよ、ゴンタは誰かを傷つけたりしない。だって虫も殺したことないんだよ。本当なんだよ、紳士は嘘をついたりしないんだ。らしいぜ。どうするんだ。信じてあげたいけど、その材料がないからね。
犯人はゴンタで決定だ。だから違うんだって。男子の言い訳は見苦しいですよ。天海くんの死体と AV ルームの扉はちょうど直線上にあったわ。その途中には それは違うよ。AV ルームから砲丸を投げて天海くんを殺すなんてやっぱり無理だよ。だって天海くんとゴン太くんとの間には障害物があったんだよ。障害物？動く本棚だよ。天海くんが殺された時、あの動く本棚は開いていたはずなんだよ。その証拠だってあるんだよ。彼が殺された時に本棚が開いてたって証拠がね。見てよ。これは隠し扉を狙ったカメラで撮った2枚目の写真なんだけどさ。天海くんが殺される直前の写真ですね。ほら、隠し扉の本棚が全開になっているでしょ。で、この本棚はここから自動的に閉まっていって私たちが図書室に踏み込んだ時に完全に閉まったんだよ。つまりそれより前はこの本棚が開いていたってことだから、 AV ルームから天海くんめがけて砲丸を投げても本棚にぶつかっちゃうはずなんだよ。なるほどな。だったら砲丸を投げたって可能性は消えるな。となるとゴン太君にはどうやっても犯行は不可能かもしれないね。なんだ、犯人じゃないのかよ。もう紛らわしいな。ごめんゴン太君は謝る必要ないと思うよ。ああそうだ、男がそんな簡単に謝ってどうすんだ。むしろ謝るのは私の方だわ。ごめんなさい、極原くんを疑うようなことを言ってしまって。ううん、いいんだよ。だって犯人を見つけるためだもんね。よくも言いました。男子のくせに懐が深いですね。ああ、嫌なムードになってきた。どこがじゃ、いいムードではないか。あれか君は、僕は人が楽しそうにしているのが嫌なの。さすがはお父ちゃん、性格の悪さを恥じることのない性格の悪さだわ。これまた勉強になるで。ちなみにオイラはメモってると見せかけて馬券の予想してるだけだよ。まっぱくれよ、おでこに乗せてドロンと変身してんだよ。なあ、ゴン太の疑いが晴れたのはいいけどよ、喜んでばかりもいられねえぜ。これで容疑者はいなくなっちまったんだ。しかも天海を殺した方法もまだわからねえままだしな。わかってるのは凶器だけかよ。こんなことで犯人にたどり着けんのか。凶器が砲丸なのは間違いないんだよね。だったら犯人はどこからその砲丸を持ってきたの。倉庫にあったものだと思う。あそこには陸上競技用の道具とかも置いてあったからね。倉庫となると誰でも行けたはずだし、その情報だけでは手がかりにならなそうね。犀原君、どうかした？うん、なんでもないよ。ああ、もうどうするんですか。どうやって犯人を見つけるんですか。つーか、犯人はこそこそ隠れてねえで、男らしく自首しやがるってんだ。まだ男かどうかもわからないよね。人間かどうかもな。
それは僕のことですか。とにかく大丈夫だよ。まだここからだから諦めちゃダメだって。みんなでもう一度思い出してみようよ。きっとどこかに首謀者の手がかりがあるはずだよ。首謀者の手がかり？例えば天海くんが首謀者に騙されて図書室に行かされたなら、天海くんと誰かが怪しい会話をしているところを見た人がいるかもしれないでしょ。他には首謀者が私と犀原くんの計画を知ってたなら、どうしてそれを知ったのかを考えるのもいいと思うし、とにかく何か首謀者にたどり着くような手がかりをみんなで思い出してみようよ。でもでも本当に犯人って首謀者なの？え、そうだけど、なんで？だったら犯人が図書室に入った方法はさっき神様が言った方法で間違いないね。あ、神様が言った方法じゃと？あ、そっか。みんなには神様の声が聞こえてないんだっけ。じゃあバンジーが代弁してあげる。神様はこう言ったんだよ。犯人が首謀者ならカメラに映らないで図書室に入る方法があるって。マジかよ、そんな方法があんのか。マジでゲース。だって随分とか物収納する口調の神様ですね。アンジーが説明してあげるべきだと。やっはっは、これが神様のみぞ知る事件の真相だぞ。犯人はずっと図書室に隠れてたんだよ。楓と秀一がカメラを仕掛ける前からね。図書室のどこに隠れていたんですか？隠し扉の中で。それは違うよ。待って、アンジーさん、隠し扉の中に隠れるのは不可能だと思う。おい、神様がそう言ってるのに。実は僕はあの隠し扉にちょっとした罠を仕掛けていたんだ。首謀者が隠し扉に入ったかを確認するために僕はカードリーダーにホコリを仕掛けておいたんだ。誰かが隠し扉の中に入るためにカードキーを通したら、そのホコリは落ちているはずなんだけど。でもね、操作の時にそれを確認したらホコリは落ちてなかったんだよ。つまりあの隠し扉には誰も入ってないってことだから、中で待ち伏せしてたとは考えられないよ。運外昇天の極みだ。ふん、まだまだだな。え、何が？カメラが仕掛けられる前から犯人が図書室に隠れていた可能性はまだ残ってるぜ。あんたの推理は甘いんだよ。それじゃあ何の証明にもなってねえぞ。隠し扉の中が無理だとして図書室には隠れ場所がいくらでもあった。例えば本の山の中だ。犯人はカメラが仕掛けられる前からその中に潜んでたんじゃねえのか。そして天海を殺した後で逃げたのか。でも殺して逃げるにしたって逃げる姿がカメラに映っちゃうよね。だったら天海を殺した後でまた図書室に隠れればいい。そして全員が死体に注目している中
自分のたった今駆けつけたかのようにその場で合流すればいいだけだ。その言葉切っちゃうよ。犯人が図書室で私たちに合流した？ううん、それは考えられないよ。理由を聞こうじゃねえか。ほら、図書室の正面扉に仕掛けたカメラだよ。あの3枚の写真を見てもらえばわかるけど、これは私と西原くんと地下にいた桃田くんと茶柱さんが駆けつけたところ。こっちのは地下にいた残りの4人が茶柱さんの悲鳴を聞いて駆けつけてきたところ。最後の写真は死体発見アナウンスを聞いた残りのみんなが駆けつけてきたところね。全員の駆けつけてきたところがしっかりカメラに撮影されてるんだよ。だから誰かが図書室の中にずっと隠れてたって推理は通らないんだよ。確かにどいつもこいつも図書室の外から駆けつけているみてえだな。どうやらまだまだなのはあんたじゃなくて俺の方だったらしい。ううん、いいんだよ。こうやって可能性を潰して真相に近づくんだからさ。ね、西原くん。うん、そうだね。やはり問題となるのは犯人がどのように図書室に出入りしたのかということね。まずはその問題を片付けましょう。そうしないと僕らは先には進めません。でも不思議だよね。仕掛けたカメラに姿を残さず天海くんを殺すなんてさ。まるで透明人間の仕業じゃな。だがうちの魔法ではないぞ。うちの魔法では半透明が限度じゃからな。上半身だけで精一杯じゃ。ああ、そういう意味の半透明なんだね。でも図書室の2つの扉はどっちにも隠しカメラがあったはずだし。図書室にあった通気口はあそこから入ったんじゃないの？だけどあの通気ダクトがつながってる教室は私と西原くんが見張りに使ってたんだよ。では赤松たちの隙をついたんじゃな。犯人が透明人間になって。夢野さんは透明人間に対する並々ならぬこだわりがあるみたいですね。それも無理だと思う。犯人が通気口から図書室に忍び込んだ可能性はないよ。隠しカメラを仕掛けた時、私は念のために通気口の前に本を積んでおいたんだ。もし誰かがあそこから出入りしてたら本は崩れてたりしてるはずだけど、捜査の時に確認してみたら本はちゃんと積まれたままだったんだよ。通気口から出る時に本をどかしてその後で戻したんじゃねえのか。その作業を狭い本棚の上でするのはさすがに難しいんじゃないかしら。通気口も無理でどっちの扉も無理で、じゃあ犯人はどこから図書室に出入りしたの？神隠しならぬ神現れ。他に出入りできるところはもうなさそうだけど。うわぁ、ひらめいちまったぞ。犯人は図書室の扉から出入りしたんじゃねえか。あの、今までの話は聞いていましたか？扉から入ったら写真に写ってしまうんですよ。んなもん、カメラのインターバルを狙えばカメラに写らねえで出入りできんだろうが。え？
インターバル？何それ。つまり犯人はカメラが仕掛けられてることも知ってたし、カメラのインターバルのことも知ってたんだ。で、そのインターバルの間に図書室に忍び込んだんだ。そうすりゃカメラに映らねえで済むからな。さすがは美人すぎる俺様の名推理だぜ。ねえ、イルマさん、そのインターバルって何？ああ、てめえは今さら何言ってやがんだ。知っての通り、あのカメラは一度シャッターが降りると次に撮影できるようになるまで30秒かかっちまうんだ。もともとは手動のフィルムを自動で巻き上げるように改造したせいなんだけどな。耳だよ、そういう大事なことはもっと早く言って。なんだよ、改造カメラを渡すときに言ったっつうの。そこの帽子とかをかぶった童貞にな。え、西原くん。あ、ごめん、言い忘れてたみたいだ。言い忘れてた？隠し撮りの計画には支障がないと思ったし、まさかこんなことになるとは思ってもなかったから、それで言い忘れちゃったみたいだ。本当にごめん。くくく、言い忘れたなんて空虚な言い訳をするね。嘘くさい。そんなことないよ、きっと本当に忘れただけなんだって。あの時はバタバタしてたから、それで説明するのを忘れちゃったんだよね。あ、うん。まあ恋か未知かは後回しだ。それよりカメラのインターバルの話をしようぜ。イルマさん、インターバルは30秒と言ったわね。ああ、ザリガニ並みの知能しかねえおめえらのためにもう一度説明しておいてやるとだな。イカマツと臭い原が図書室に仕掛けた3台のカメラはセンサーが感知してシャッターが降りた後、次に撮影できるようになるまで30秒かかっちまうんだ。フィルムを自動で巻き上げねえといけねえからな。ではその30秒間ならカメラに映らずに図書室に入れるんですね。30秒もあるなら図書室に入るどころか、天海くんを殺して逃げることも可能かもしれないわよ。急げば可能かもしれません。なるなる、じゃあ間違いないね。犯人はカメラのインターバルを利用したんだよ。となると犯人はそのインターバルのことを知ってたイルマちゃんで決まりだね。バカ言ってんじゃねえ、俺様には食堂にいたってアリバイがあったろ。ああ、そういえばそうだったね。じゃあ他にインターバルを知ってたのって誰だったっけ。西原だけだよ。それなら図書室で天海くんを殺した犯人も西原くんということになるのかね。おい、どうなんだよ、西原。そんな、違うよね。君はそんなことをしたりしないよね。黙ってないで何か言ったら、沈黙は停滞を生むだけだよ。はっきりしてください。あなたが天海さんを殺した犯人なんですか。本当にどうしたの。まさか黙秘なんて言わねえよな。つまらなくて
ってと。犯人が分かんないや。途中から話を聞いてなかったから当たり前だけどさ。つけやけどこれだけは分かるで。被害者と加害者の線引きが難しい世の中や。自分もいつ加害者になるか分からへん。そういうことを考えさせられる事件だったわね。毒が回ってきたから左足を切り落とすことにしたぞ。春になれば切り落とした部分から綺麗な花が咲く。黙ってないで何か言いなよ。何も言えねえってことはてめえが犯人なんだな、このクソボケが。ちょっと待ってよ、そんなの違うってありえないよ。だって犀原くんは私と一緒にずっと教室で見張りをしてたんだよ。その犀原くんがいつ天海くんを殺したっていうの。本当にずっと一緒だったの。え、何が。見張りの最中ずっと一緒に離れなかったのかって聞いてるんだ。それはちょっとだけだけど離れたよ。じゃあその時に天海ちゃんを殺しに行ったんだね。そんなわけないって。犀原くんが犯人なわけないじゃん。感情的になるのは良くないよ。僕らは冷静に論理的に真実へと向かうべきなんだ。ここで命を落としたくなければ。感情的になってるわけじゃなくて、私はちゃんと根拠があって言ってるんだよ。受信機が鳴ったのって犀原くんが教室に戻ってきた後なんだよ。あれは天海くんが本棚を動かしたせいで鳴ったんだから、その時はまだ天海くんは生きていたはずでしょ。あれが鳴ったのを一緒に聞いてるってことは犀原くんは犯人じゃないんだよ。ところで赤松ちゃんに一つ確認なんだけど、その防犯センサーを動く本棚に取り付けたのって犀原ちゃんだったりしない？you
防犯センサーを取り付けたのは犀原くんだったけど、それがどうしたの？その防犯センサーがちゃんと本棚に取り付けられたか、赤松ちゃんはその目で確認した？してないけど。だったら防犯センサーを動く本棚に仕掛けたのは犀原ちゃんの嘘かもしれないよね。犀原ちゃんは防犯センサーを動く本棚に仕掛けたふりをして、実はずっと自分の手に持ってたんだね。そして赤松ちゃんと会っている時に隠し持ったそのセンサーをこっそり動かして、わざと受信機を鳴らしたんだよ。そのせいでたった今誰かが本棚を動かしたんだって、赤松さんは勘違いしてしまったんだね。なるほどな、せこい手を使いやがるぜ。センサーが仕掛けられていたのは動く本棚じゃなかったの。それは違うよ。待って、おかしいよ。防犯センサーが動く本棚に仕掛けられてなかったら、あんな写真は撮れてないはずだよ。あれは防犯センサーが仕掛けられた本棚を天海くんが動かしたせいで撮れた写真なんだからさ。なんだそんなことか。あのね、それは、あ、そういえばそうだね。ごめん、そこまでは考えてなかったよ。そんなあっさりですか？いや、どうやら今の俺の推理には穴があったみたいだね。最初から分かっていたような口調だね。まあ君の推理に踊らされた僕の言うことじゃないけど、とにかく犀原くんは犯人じゃないんだって。絶対に違うんだって。いやちょっと待て、思い出したぜ。防犯センサーの受信機には電源がついてたはずだ。だったらこういう方法もあったんじゃねえか。確かに防犯センサーは本棚に仕掛けられていて、犀原はその受信機を持っていた。ただ犀原はその受信機の電源をオフにしていたんだ。なんで押して？そうすれば天海が本棚を動かした時ブザーは鳴らずに写真だけが撮られるだろう。その後犀原は地下の様子を見に行くと言って図書室に行き、30秒のインターバルを利用することで天海の後を追って図書室に侵入したってわけだ。そして天海くんを殺した後で動く本棚から防犯センサーを回収すれば、赤松さんの目の前で受信機を鳴らして彼女を勘違いさせることができるね。確かにカメラのインターバルを知ってた犀原くんなら可能な方法ですね。めんどいし運頼りなところもあるが、できんこともないかな。では本当に犀原さんが犯人なんですね。にし超高校級の探偵が犯人なんてアンフェアな推理小説みたいだね。待ってよみんな、本気で犀原くんが犯人だと思ってるの？ねえ犀原くんも何とか言ってよ。どうして何も言わないの？犀原くん、どうしたの？君は犯人じゃないんだよね？おい、いいのかよ。このままだとマジでおめえが犯人になっちまうぞ。それでいいの？もう諦
の？最後にもう一度事件を振り返っておこうか。防犯ブザーは動く本棚に光り、財原も受信機を持っていた。この嘘は真実に。ごめん、みんなに言いそびれちゃったことがあるんだ。言いそびれたこと？実は私なんだよね、防犯センサーの受信機を持ってたのって。は？だから西原くんが都合よく受信機の電源を切ったりできるわけがないんだよ。それが本当だとすると、今の推理は根本から間違っていたことになりますか。赤松さん、今のは本当なの？当たり前じゃん。だって嘘なんかついたって仕方ないし。そんなことしても自分の首を絞めるだけだ。間違ったら全員死んじまうんだからな。死んでもいいから西原くんをかばいたかった。死んでまで他人をかばうなんて、いくらなんでも考えられません。心ない発言だね。ロボに心がないなんて先入観やめてください。計算すれば心ある発言だってできるんです。計算は必要なんだね。ありえない話じゃないと思うけど、狂気の愛に抱かれた人には、もう僕だからさ。愛する人のためなら何でもしてあげたい、そう思った経験は誰にでもあるんじゃないかな。クックック、僕にだってあるからね。でもその人は迷惑だったと思います。だってあなたって気持ち悪いですからね。俺も可能性はあると思うよ。二人は仲良しだからすっかり情が移ってたりね。それにさっきの赤松ちゃんってなんか嘘っぽいんだよね。ほら、俺って嘘つきだから嘘をついてるやつのことが分かっちゃうんだよ。ま、判断はみんなに任せるよ。どうする？みんなは赤松ちゃんを信じる？うーん、赤松さんのことは信じたいですけど、どう考えても西原さんは怪しいんですよね。さっきからずっと無言ですし、男子ですし。うん、うちも同感じゃん。それに西原以外に怪しいやつもいないしね。だったら犯人は田西原でぶっ決まりだな。もう投票しちまおうぜ。いや、さすがに犯人を決めるのはまだ早いと思います。私も同感かな。西原くんが犯人だとは思えないんだよね。ああ、俺も違うと思うぜ。アンジーも違うと思う。でも神様の意見は分かんないんだ。神様はお昼寝タイムに入っちゃったから。困ったわね、しっかり意見が分かれているわ。うん、ほとんど真っ二つだね。これってどうやって決めればいいのかな。ちょっと待った！真っ二つ？今、真っ二つとおっしゃいましたか？確かに聞きましたよ。おへそのセンサーで聞きました。耳は飾りなんですか？
そういうことならお任せあれ。我が最終学園が誇る変形裁判場の出番ですね。変形裁判場？裁判場が変形するの？マジで見たい見たい。西原君はカメラのインターバルのことを隠してたよね。ゴン太君。でも入間さんもインターバルのことを黙ってたし。俺様にはアリバイがあるだろうが。西原と違って。ゴン太君。西原のアリバイだって赤松が証言しただろう。西原と赤松はずっと一緒だったわけじゃないよね。ゴン太君。受信機が鳴ったのは二人が一緒にいた時。西原が受信機を持っていたなら偽装の可能性もあるがな。ヒーロ君、実際に受信機を持っていたのは赤松さんです。だからそれは赤松ちゃんの嘘でしょ。私が嘘かどうかはもっと話し合ってみればわかるよ。信じてよ。西原くんは犯人じゃないんだって。だからここで西原くんを犯人にしたら私たちは不正解になっちゃうんだよ。そうしたらみんなは処刑されちゃう。処刑は絶対にさせない。私の命に変えても絶対にさせないから。赤松さん。ああ、赤松の言う通りだ。俺も西原は犯人じゃねえと思うぜ。ゴン太も西原君を信じるよ。紳士なら仲間を最後まで信じるべきだからね。だったらよ、犯人はどいつなんだ。それを突き止めるための議論ももう出尽くしたように感じるけど。うん、話し合うべきことならあるはずだよ。もう一度みんなで考えてみようよ。そうだよね、西原くん。え？だって西原くんって犯人でもないのにさっきからずっと黙り込んでるよね。それって何かに気づいたからじゃないの？それで無口になってるんじゃないの？真実を暴くのが怖くてさ。そうなんだね。でもさ、西原くん、君は答えるべきだよ。君はどんな真実に気づいたの？怖がらないで言ってよ。君や私だけじゃなくてみんなのためにさ、お願いだから真実に立ち向かってよ。写真だよ。写真？隠し扉を狙ったカメラで撮った天海くんが殺される直前の写真だよ。僕はずっと不思議に思っていたんだ、この時の天海くんの行動さ。不思議って？
この写真を見る限りだと天海くんはカメラを取り外そうとしているみたいだけど、でもそれって彼は僕らが仕掛けたカメラに気づいたってことだよね。確かにそうですね。でもいつ気づいたんでしょうか。多分このカメラで撮られた最初の写真の時だと思う。天海くんが本棚を動かしたせいで撮影されたこの写真、彼はこの時点で何らかの理由でカメラに気づいて、そしてカメラを取り外そうとしたんだ。その際に手を離した本棚は勝手に閉まっていって、それにセンサーが反応してこの写真が撮られたんじゃないかな。彼がカメラに気づいた何らかの理由に何か秘密があるのね。俺様はともかく他の連中が置いてけぼりだぞ。さっさと要点を言ってやれ。ずっとその何らかの理由を考えていたんだ。どうして天海くんはカメラの存在に気づいたのかって。その答えはこの写真にあったんだよ。扉を狙っていたカメラは撮影時にフラッシュがたかれていたんだ。天海くんはそのフラッシュの光でカメラの存在に気がついたんだよ。え？どうしてフラッシュがたかれたってわかるんですか？同じような状況で撮られた他の写真と見比べてみてよ。ほら、僕が仕掛けたカメラを取り外すときにうっかり写っちゃった写真があったでしょ。これは正面口付近に仕掛けたカメラを取り外す時に写っちゃった写真。こっちのは裏口付近に仕掛けたカメラを取り外す時に写っちゃった写真。そしてこの天海くんの写真。おお、手前の人物の明るさが明らかに違うぞ。同じ部屋で同じ状況で同じ使い捨てカメラなのに、ここまで明るさに差が出た理由は。隠し扉を狙っていたカメラだけはフラッシュの電源が入れられていたからなんだ。どうしてフラッシュの電源が入れられていたの？そんなことしたら隠しカメラの意味がないわよね。ただのミスじゃないんだよ。うん、ちゃんとした目的があったはずだよ。つまりあのカメラには隠しカメラとしての役割以外に別の役割があったんだよ。別の役割？本棚を動かした人物をあのカメラがある位置までおびき寄せるためだよね。そのためにカメラのフラッシュを入れておいて、あえてカメラに気づかせたんだよ。そして実際にその通りになったよね。本棚を動かした天海くんはフラッシュに気づいて隠しカメラの位置までやってきた。その時扉の閉まる動きでもう一枚撮られたのは犯人にとっては予想外だったけどね。おい、赤松。ん？何？いや、おめえどうしたんだ？さっきからなんか変じゃねえか？変って？
今の一連の君の発言には何やら確信めいたものを感じるよ。もしかして犯人が分かったんじゃないですか？うん、分かったよ。っていうか、本当はずっと前から分かってたんだよね。え？ずっと前から？だって、あのカメラのフラッシュを入れられたのは一人しかいないんだよ。そうだよね、犀原くん。だからね、この事件の犯人は。間違いないよ。ここまでみたいだね。やっぱり私じゃ無理だったか。首謀者の正体にはたどり着けなかったね。ごめんね、みんな。ごめんね、天海くん。ごめんね、犀原くん。君がずっと黙ってたのはそれに気づいちゃったからなんだよね。でもそれじゃダメだよ。私はここで終わりかもしれないけど、せめて私の思いだけは君に託すよ、犀原くん。ここからは君がやるんだよ。君がみんなを守るんだよ。赤松さん、君は僕に託そうとしているんだね。でもそれは残酷だよ。残酷だけど、やるよ。君が僕に託そうとしているもの、君の思いは無駄にはしないよ。犯人は赤松さんだね。え、赤松さんが犯人？そんなわけないじゃないですか。ねえ赤松さん。赤松さん、まさか本当に？冗談だって。冗談だぞ。え、もしかして本当に私が犯人だと思っちゃった？やだな、そんなわけないじゃん。だって天海くんが殺された時、私は犀原くんと一緒に教室で見張りをしてたんだよ。その後で図書室に行って、そこで初めて死体を発見したんだから。そもそも私は天海くんと会ってないんだって。彼を殺せるわけないでしょ。そうだよね、赤松さんが犯人なわけないよね。もう当たり前じゃん。あんな重い砲丸で人を殴れる腕力が私にあると思う？私が叩けるのはピアノの鍵盤だけだよ。だったらあんたが犯人っていうのは。ああ、犀原くんの冗談でしょ。場の空気を和ませようとしてくれたんだよ。そうだよね、
犀原くん。私があの砲丸で天海くんを殺すなんてどう考えても無理だもんね。冗談なんかじゃないよ。天海くんを殺したのは間違いなく赤松さんだ。なんだと？そこまで言い切るということはどうやら犀原くんは本気のようだね。ああ、もちろんだ。だったら教えてくれる？私があの砲丸で天海くんを殺した方法をさ。赤松と犀原はずっと一緒にいたんだろ？そんなことができんのかよ。赤松さんがどうやってあの砲丸を使って天海くんを殺したのか、それはどこで砲丸を使ったのかを考えれば見えてくるはずだよ。どこで砲丸を使ったか。なになに、さっぱりわかんないよ。私にはアリバイがあるよ。天海くんが殺された時、私は犀原くんと教室で見張りをしてたよね。天海くんと会ってもいない赤松さんがどうやって彼を殺せるの？犯人が砲丸を使った場所が重要みたいだけど、図書室に決まってる、うん、それは違うぞ。赤松さんが砲丸を使ったのは現場の図書室じゃなくて、僕らが見張りをしていた1階の教室なんだ。待てよ、1階の教室でどう砲丸を使ったら地下にいる天海を殺せるってんだ。投げたんだよ。赤松さんは1階の教室から砲丸を投げることで地下にいる天海くんを殺したんだ。1階の教室から砲丸を投げても地下にいる天海くんを当てるって、どんな魔球じゃ。無理に決まっておる。それが可能なんだよ。教室のある場所に向かって投げれば砲丸を図書室に移動させることができるんだ。それも犀原くんにはもう分かっちゃってるみたいだね。教室の通気口だよ。あそこに投げ込めば砲丸は図書室まで移動するよね。そっか、あの通気ダクトって教室と図書室でつながってたんだって。だから1階教室の通気口に投げられた砲丸はそこから通気ダクトを通って
図書室の本棚の上にある通気口から出てくるんだよ。でも、そこからどうやって天海さんに砲丸を当てるんですか？通気口から彼の死体があった位置までは結構な距離がありましたよ。なんやかんやで偶然当たったとか。どんな偶然だよ。地味に謎だね。通気口から出てきた砲丸はどうやって天海くんの頭に命中したの？そんなの不可能ですよ。勝手に本棚の上に乗って。それに賛成だ。星くんの言う通りだよ。砲丸は本棚の上を転がって天海くんの頭上に落ちたんだ。本棚の上を転がった？なあ、自分で言ったことだけどよ、そんなに都合よく砲丸が転がるのか。いや、都合よく転がったわけじゃなくて、それも犯人の狙い通りだったんだ。犯人は本棚の上にあった本を利用して砲丸が転がる方向を調整していたんだよ。本で砲丸の転がる方向を調整したって、どうすればそんなことができるの？それを説明するには図書室の見取り図的なものがあると早いんだけど。捜査中に言ってたよね、あの自作のドローンを使って実写の正確な見取り図を作るってさ。ああ、あれってどうだったんですか？写真を現像してもらって見取り図も作成済みだっつーの。だったらみんなで見てみようよ。それが手がかりになるかもしれないんでしょ。頼むよ、イルマさん。なんだよ、あれが欲しいのか？しょうがねえな、後でまた俺様に土下座しろよ。おれ、舐めるように見てみろ。やっぱり思った通りだよ。思った通りって何がだ？ほら、天海くんの死体があったところから通気口のところまで本が階段状に積み上げられているんだ。あ、本当だ。確かに通気口から階段状になっているわね。下から見上げているときは気がつかなかったの。なるなる、砲丸はここを転がったんだね。間違いないよ。一回教室の通気口に投げ込まれた砲丸は通気ダクトを通って図書室の通気口から出てきたんだ。そこに通気口の蓋を斜めに立てかけておけば砲丸の勢いを殺すことなく
本棚の上を転がすことができるけど、赤松さんがやったんだよね。あの時、通気口の蓋の置く位置を調節したんだよね。西原くん、記憶力がいいんだね。さすがは探偵だよ。そして本棚の上に出てきた砲丸はストッパーとなる本の山に当たって進行方向を変え、階段状になった本の上を段差を降りるように進んでいったんだ。本棚の上の本は3列に並べられているけど、手前側の本は砲丸が落ちないための壁である。同時に目隠しにもなっていたんだよ。そして砲丸は天海くんの真上まで来たところで、また本の壁に当たって進行方向を変え、開かれた状態で置いてある本の溝に沿って転がって天海くんの頭上に落ちたんだ。隠しカメラのフラッシュでその位置までおびき寄せられた彼の頭上にね。次々とからくりが連鎖していく仕掛け装置なんて、まるでルーブ・ゴールドバーグマシンだね。この仕掛けは赤松さんが作ったの？まあ、そういうことに。いや待てよ、そんな仕掛けがあったとしてもいつ赤松が砲丸を通気口に投げたってんだ。そうですよ、赤松さんが1階の教室にいた時は西原さんも一緒だったんですよね。僕らが教室を飛び出した瞬間だよ。受信機が鳴った時、僕は先に教室を飛び出したんだ。もちろん赤松さんはすぐに追いかけてきたけど、きっと彼女はその時に。超高校級の探偵だね。今の言葉とその微笑みの意味、それは全ての犯行を認めるってことでいいんだね。ちょっと待て、勝手に話を進めるんじゃねえよ。まだ他にも疑問はあるぞ。変なの、どうして桃田ちゃんが必死になって反論するの？当たり前だろ。あんなに殺し合いを否定していた赤松が犯人なんて信じられるわけねえじゃねえか。そうだよ、ゴーダも信じないよ。赤松、おめえは何も言うな。おめえの疑惑は俺が晴らしてやるからよ。赤松が
犯人なんて信じられっかよ。まだ疑問だって残ってるしな。疑問とは何だ。そいつは音だ。図書室は静かなはずだ。それは違うぞ。殺人が起きたのは動機のタイムリミット直前で、学園中で殺し合いを促すビデオが流されていたよ。だから事件発生当時、図書室の中は静かじゃなかったはずなんだ。あの不愉快な音楽で砲丸の転がる音は吐き消されちゃったんだね。あっ、桃本ちゃん、これで納得してくれた？くそ、じゃあマジだってのかよ。マジで赤松が犯人だってのかよ。だとすると、赤松さんの犯行のほとんどは一緒にいた犀原くんの目の前で行われていたんだね。うん、その通りだよ。教室で砲丸を投げた時もそうだし、通気口の蓋を外して砲丸が出てくるようにした時もそう。そして砲丸が本棚の上を転がるように本を並べ直した時もだ。それに最初に倉庫から凶器の砲丸を持ち出した時もそうだよね。あれって入間さんに渡すカメラを取りに行った時に持ち出したんだよね。そうだ、赤松さんのリュックだよ。彼女はその中に凶器を入れて持ち運んでいたんだ。いくら重い砲丸とはいえ、背負って運べないことはないからね。君はリュックに替えのベストを入れていたけど、砲丸はそれにくるんでいたんじゃないの？そうすれば一緒に入れたカメラを砲丸が傷つけることもないしね。じゃあ本当に何もかもが犀原の目の前で行われてたんだね。でも犀原君を責めることはできないわ。彼女のどの行動も直接殺人に結びつくわけじゃないから、それを目撃していても気づくのは難しいもの。けどよ、今のではっきりしちまったみてえだな。赤松が企んだ犯行の全てがよ。違うよね。何かの間違いだよね。でもそれが真実だとしたら、こんなに悲しくて残念なことはないよ。だって
あの赤松ちゃんだよ。あんなにみんなでここから出ようって言ってた人が、自分が助かりたいだけで人を殺すなんて。違う、そうじゃない。ん？違うって何が？赤松さんはそんなことをする人じゃない。え？そんなことをする人じゃないって。でも赤松さんが犯人って言ったのはあなただよね。そうだけど違うんだ。本当は赤松さんはそんなことをする人じゃない。僕はそれを信じている。赤松さんを信じているんだ。信じるってなんで？犀原くん、まだ私のことを信じてるの？なんで？なんで？なんでまだ私を信じるの？まだ真実から目を背けるつもりなの？違うよ。僕は君を信じてるからこそ、だからこそ真実を暴くんだ。君が本当にやろうとしていたことを暴くんだ。そこに君の真実があるはずなんだ。まだ私を信じてるの？犯人は間違いなく私なんだよ。こんなことをする人じゃないって。全部私が悪いんだよ。まだ私を信じてるの？私が天海君を殺したんだよ。それがこの事件の真実よ。それ以外の何者でもないの。私がひどい人殺しなんだよ。私はみんなを裏切ったんだよ。私が天海君を殺したんだよ。お願いだからもうやめてよ。真実と戦わないとダメだって。サイハラ君はそれができる人だって。私のことを信じてるって言うなら、真実から目をそらさないで。お願いだからもうやめてよ。あの時言ったよね。真実と戦わないとダメだって。サイハラ君はそれができる人だって。私のことを信じてるって言うなら。君に私の本当の目的が分かるの？君はモノクマに乗せられたわけじゃない。自分が助かりたいから人を殺したわけじゃない。君がやろうとしていたのは、この殺し合いの首謀者を殺すことだったんだ。首謀者？殺す？赤松さんは天海くんを狙っていたわけじゃなくて、首謀者を狙っていたんだ。この殺し合いを終わらせるために、僕らを助けるためにね。そうなんでしょ？そっか、あのままタイムリミットを迎えていたらみんな死んじゃうから。だから首謀者を殺してこの殺し合いを終わらせようとしてたってのか。でもそうだとしたら僕のせいだ。赤松さんは僕の推理を信じて、あそこに首謀者が来るって信じたからこそ、首謀者を殺すための罠を仕掛けたんだ。だから何もかも僕のせいだ。僕の推理のせいなんだ。やめてよ、そんな風に言わないで。お願いだから自分のせいだなんて言わないで。そっちの方が辛いよ。サイハラ君のせいじゃないよ。全部私が勝手にやったことなんだよ。だから私のせいなんだよ。
赤松さん。西原くん、最後に一つだけお願いしてもいいかな。せめて君が終わらせてくれない？え？最後に君の推理でこの事件の全てを明らかにして、みんなに納得してもらって、それで終わりにしてほしいんだ。それが私からの最後のお願いだよ。わかった。僕が終わらせるよ。最後に全てを明らかにするよ。この事件の嘘と真実を。これが事件の真実だ。事件の発端は2日前、モノクマが追加の動機を発表した時だ。ここで追加された殺し合いのタイムリミットが結果的に犯行の引き金となってしまったんだ。それを聞いて団結してモノクマと戦おうとする人たちもいれば、それぞれの考えで独自に動く人たちもいた。僕も首謀者を見つける作戦を思いついて、ある人に協力してもらうことになったんだけど、まさかその人が犯人になってしまうなんて、その時の僕は考えもしなかったんだ。僕と犯人は首謀者の正体をつかむために図書室に隠しカメラを仕掛けることにした。図書室には隠された扉があって、そこを何者かが出入りしている形跡があったから、タイムリミットになればモノクマを出動させるために首謀者がここを訪れるはずだと考えたんだ。そして翌日、僕らは罠に使うカメラをイルマさんに改造してもらうため、必要な材料を揃えに倉庫へと向かったんだ。僕らが必要だったのは使い捨てカメラと防犯センサーだ。それさえ手に入れればいいはずだったんだけど、でもここで犯人は見つけてしまったんだ。殺人に利用できる凶器をね。そう、砲丸の弾だよ。犯人はカメラをリュックに入れながら、同時に凶器の砲丸もしまっていたんだ。そして事件当日、殺し合いのタイムリミットの日、イルマさんが改造してくれたカメラを受け取った後、僕と犯人は図書室を訪れた。そしてすぐに僕らはカメラを仕掛ける場所の検討を始めた。だけど犯人の殺人ギミックの準備はすでにこの時から始まっていたんだ。通気口の蓋を外して通気ダクトの中に立てかけておき、本棚の上にある大量の本を整理するふりをして移動させていった。そして最後の本棚では百科事典を開いたまま本棚の上に置いた。一見何気ない行動に見えていたけど、犯人はこの時凶器の通り道を作っていたんだ。さらに犯人は防犯ブザーと連動した改造カメラにも細工を行っていた。
他のカメラは僕が仕掛けたけど、そのカメラだけは犯人が仕掛けていたせいで、僕は気がつくことができなかったんだ。犯人がカメラをガムテープでがっちりと固定し、フラッシュ機能をオンにしていたことに。こうして図書室に罠を仕掛け終えた後、僕と犯人は1階にある階段横の教室に移動して、そこから地下に降りる人を見張りつつ、防犯ブザーが鳴るのを待ったんだ。見張りの途中で僕らは桃太くんをはじめとした7人が地下に降りていくのを見かけた。その中には天海くん、今回の被害者の姿もあった。桃太くんたちがゲームルームに入っていくのを確認した後、僕が教室に戻った時だった。タイムリミットが残り1時間であることが告げられ、直後僕が持っていた防犯ブザーの受信機が鳴ったんだ。僕は首謀者が隠し扉に来たんだと思って、すぐに教室を飛び出して図書室へと向かった。その時の僕は焦っていた。一緒に行動していた犯人を置いていってしまうほどに。でも今思い返せば、そこが殺人を食い止める最後のチャンスだったんだ。犯人は僕が教室を飛び出した後、隠し持っていた砲丸をリュックから取り出して、それを教室の通気口へと投げ入れた。この瞬間、犯人の殺人ギミックが動き出してしまったんだ。防犯ブザーが鳴った時、図書室では天海くんが動く本棚を動かしていた。この時犯人が図書室に残した仕掛けも同時に動き出していたんだ。まず防犯ブザーと連動した改造カメラがフラッシュを焚きながら天海くんの姿を映した。当然天海くんは隠されたカメラの存在に気がつき、そのカメラを調べようと本棚に近づいてしまった。そう、犯人はカメラのフラッシュによって天海くんを狂気の通り道の先に誘導したんだ。一方で犯人の手を離れた砲丸は教室の通気口から通気ダクトの中を転がり、図書室の通気口から出てきて、今度は本棚の上を転がって移動していった。通気口の蓋も本棚の上に整理された本も、全てこの狂気の通り道を作り上げるためだった。普段なら砲丸が転がる音に気づいたかもしれないけど、この時は特殊な状況が犯人の味方をしたんだ。殺し合い促進ビデオだよ。あのビデオの音で砲丸が転がる音はかき消されたんだ。そして砲丸は狂気の通り道の先にいた天海くんの頭上へと落ち、彼の命を奪った。防犯ブザーを聞いて駆けつけた僕らが図書室に入った時、すでに殺人は終わっていたんだ。天海くんの死体を確認した時、
犯人はこう考えていたはずだよ。首謀者は死んだ。これで殺し合いは終わる。これでみんな帰れるって。でも犯人の願いが叶うことはなかった。天海くんは首謀者なんかじゃなかったんだ。僕らみんなを救うために行われた殺人、それがこの事件と犯人の真実。そして君の嘘の正体なんだ。超高校級のピアニスト赤松楓さん。これがこの事件のすべてだよ。そんな、本当に赤松さんが犯人なの？あ、そっか。確かに信じたくない真実だけど、それでも犀原くんがすべてを明らかにしてくれたおかげで、少なくとも今までの赤松さんを信じることはできる。今までの赤松さんを？たとえ殺人を犯したとしても、今までの赤松さんの言動は嘘じゃなかった。私たちを守りたいと言ってくれた彼女の言葉は嘘なんかじゃなかった。それさえも嘘だったとしたら、この先何にも信じられなくなっちまうところだったな。優しいんだね、みんな。私はみんなを裏切っちゃったっていうのにさ。違う、裏切ったんじゃない。だって君は僕らを救おうとして。犀原くん、やるじゃん。さすがだったね。え、さっきの君は本当に頼もしかったよ。でもまだまだだけどね。もっと早く俺のターンにしなくちゃダメじゃん。本気を出したら君はちょっとすごいんだからさ。赤松さん、なんでだよ。なんでそんな風に笑うんだよ。なんでまだ僕を勇気づけようとしてくれるんだよ。なんでなんだよ。なんで周りのことばっかり考えるんだよ。そうじゃなかったら君はこんな殺人なんて犯さずに済んだのに。なんで君はそうなんだよ。ごめん。はい、ストップ。そういうのは裁判の決着がついた後にやってくれる。ようやく議論の結論が出たみたいだし、じゃあ投票タイムだね。貴様らお手元のスイッチで投票してね。必ず誰かに投票してや。投票せんと無駄に一人減ってまうからな。それでは白と黒の運命を分けるワクワクでドキドキの投票だ。
争の結果、黒となるのは誰か。その答えは正解なのか不正解なのか。お願いします。まったくだぜ。あのさ、だからそうだよ。あんたは
なるほどね。じゃあだって。ではそうだ、私は なるほどね。咲くよ。え？うん。だって。
なんだよ。あ、せやで。シクシク。てへへ。というわけで、あ、ワクワクドキドキ、ふざけんな。神聖なコーナーなんだから邪魔したらダメなんだよ。ちゅうか邪魔しても無駄、えぐい猿でいてまうで。残酷だけどみんなが死ぬよりは一人だけ死ぬ方がいいと思うわ。うるせえ、俺は死んでもてめえらの言うことなんぞ聞かねえからだ。赤松は命がけで戦ったんだ、だったら俺も命がけで戦ってやろう。来るなら来い。ゴンダの力はこういう時のためにあるんだ。ここで戦わないようなら紳士とは言えない。兵器にネオ合気道が通じるか試してみるいい機会かもしれません。僕も、僕だって。もうやめて。やめてよ赤松さん。私は私は信じてるから、絶対に生きてね。約束だよ。ええ、依頼として受け取るわ。じゃあね。さてと、スペシャルなお仕置きを用意させていただきました。くそ。ねえ、負けないでね。約束だよ。
Oh,